あれですね、いつぶりだろう、昨日一昨日ぶりぐらいですか。愛理ちゃんと一緒に放送したから多分そんくらいだと思われます。こんばんは、みんな、みんな言うことなかった特に、みんなどうや、どうや、みんな最近どうなん、調子はどうなん。髪色変えた。でも黒に戻す。携帯が鳴ってる。黒に戻そう。その色好き、わかる、私も超好きだけど、ちょっと一旦黒に戻さないといけないので、戻したらまた茶色くします。こんばんは。戻さなくていいよ、私も戻したくない、戻したくないんだけど、ちょっと撮影があってね、戻さないといけないので、その後にお預けです。そう、茶色を黒茶色にする、合ってます、それです。買い物行ったんだけど、あれです、いいのなかった。欲しいのあって可愛いなって思ってたんですけど、あれでした。着てみたらあんまり思ったよりタイプのものじゃなかったからやめました。こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。そう、お洋服ダメでした。なんか暗く感じるんだけど、画面か、暗いからかな。うん。前髪決まんない。今日も可愛い、ありがとう。なんか前髪変だな。ここがね、ハゲてるの気になるの。ピエン、ピエンだよ。久しぶりに見たらだいぶイメージ変わった。そんな変わったイメージ、私通常ですよ。演歌はこれがなんか暗く感じる。ハゲの話はやめてください。メイクアウト痩せたんですよ、嬉しい。しかも割と食べても戻る体重。なんか前まではあの痩せてもそのずっと食事を気をつけないとどん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 デブってったんですけど、結構バクバク食べても体重が良くなり、戻るようになりました。嬉しい。
めちゃめちゃ食べてる。筋肉ついた。多分筋肉ついたんだと思う。それもあると思います。背景が白いから暗く見える。あ、そうかもしれない。そう、代謝が良くなったんですよ、多分。筋肉量が増えて基礎代謝が上がった。ちょっと難しくて分かんないけど、そうかな。ちょっとバカなんで分かんないんですけど、あんま。そうかもしれないです。めっちゃウォーキングしたの。超超超ウォーキングしました。マジでやばいぐらい。いい角度が見当たらない。でもすごいね、こことかお肉が落ちました。嬉しい嬉しいけど、今とてもとても眠いです。やばいっす。黒髪好きには申し訳ないけど、リンカタンの茶髪好き。大丈夫、茶髪にするから待ってて。待っててねー。どのくらいウォーキングしたの？え、わかんない。あの、あれ、ヘルスケア見ればわかると思うんですけど、でも足に豆ができるぐらい歩きました。めっちゃね、今ね、足痛いの、親指なんか水ぶくれの延長線みたいになってて、やばい。めっちゃ足が今痛い。ちょっとご飯だけ、あの、すごい急いで帰ってきたんで、ちょっと冷蔵庫に入れてもいいですか。ちょっと閉じよう。マジでごめんなさい、こんなことやってて。とりあえず冷蔵庫にだけ入れさせてください。あー、忘れ、戻ってきました。ただいまです。眠っ。今日長いかも、前髪が。あの、これをずっとこうやってかぶってたから、前髪が潰れちゃってます。キャスケットっていうのかな。見える？こうだ。ベレー帽ではないかな。これに大切よ、マスクで。今日はずっとこれでいた。マスク大事ですよ、皆さん。つけてますか？そう、黒マスクもうない、なくなってしもたんですよ。マスクない方が可愛いよ。でも今はマスクしなきゃね、気をつけなきゃいけないです。
すくって洗ってまた使う派。いや使ってないね。一回使ったら捨てちゃってます。足痛。黒いやつって洗えるタイプだと思うけど、わかんない、やってないんかは。あ、ハートありがとうございます。名前呼べないんですけど、ありがとうございます。抗菌インナーメッシュマスク、何それ、初めて聞いた。難しい名前が。給付金の申請してない。してるのかな親が、わかんない。私はしてないです。私がするのかな。してない。マスクの内側にセットするなんたらかんたらのメッシュです。わかんない、難しい。難しいですね。めっちゃ眠い、やばい。寝ちゃいそう今。バブちゃんなのでお眠です。ペロ。みんな眠くないの？みんな起きてる？あ、思い出した。27日劇場で、お家でだけど劇場で配信みたいなのがあるので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。ペロ。少し眠い。寝方の配信終わるまで寝ない。嬉しい、ありがとう。見てください、よろしくお願いします。無言になっちゃった。あれか、ずっとね、愛理ちゃんと一緒にいたんですよ、ここ最近。今日ね、お別れしてきました愛理ちゃんと。だから今日はね、寂しく一人で寝る。悲しい。今日は一人ぼっちでおねんねです。隣は空いてます。ちなみに今日は何時に寝るの決めてない。でも今日ご飯を何も食べてなくてお腹が空いてるので、とりあえずご飯を食べたいと思います。またコラボ、もちろん、もちろんします。
何して遊んでたの？なんか何してたんだろう。普通にずっと遊んでた。なんだろうね、いっぱいいろんなことしてた。ご飯食べて寝ると牛になれますよ。いや、上がって今日何も食べてないもん。眠すぎてじゃない、お腹空きすぎて死んじゃうよ。今食べないで寝たら。リアル姉妹っぽかった、本当に嬉しい。でも似てるってよく言われる、味方あいりちゃん。ロリンカちゃんのお家までウーバーイーツしてあげたくてつらい。いや、もうご飯はあるんだよ。ご飯があるから、あとはエンカはもう食べて寝るだけです。そういうこと。そういうことやでん。二人の TikTok ね、本当に投稿したいです。したいですが、ちょっと今ね、諸事情によりできないので、早くしたいと思います。やばい。タタ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 タ金髪まで、いや、金髪でしたよ。この間まで。派手派手でした。もうやめたけど。ピアスは、これ。これと、これこれ公開してない。個人的にやりたかっただけだから、秘密よ秘密。こんばんは。指輪取っちゃった。こっち。やばい、痩せた。死ぬ。嬉しい。
ちゃメンバーにも痩せたって言われて、売れピヨってなった。それは売れピヨ。セルフブリーチはやばい。それは多分自殺行為です。顔がシュッとしたね。嬉しい。嬉しさと眠さがミックス。みか何分からやってますか。前髪ぺちゃんこやな。食欲もある。食欲もあります。29分。今何分だ。あ、もう15分だったのか。ということで、みんな見てくれてありがとうございました。少しだったんですけど、見てもらえてよかったですし、これで元気を出してもらえたらと思います。また見てください。会いたい、それな。ありがとう。みんな、ちゃんと早く寝てください。私も、ご飯を食べて寝ます。お風呂に入って。じゃあね。おやすみなさい。バイバーイ。切ります。